こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ここしばらくトントなかったので、安心していたのに。ワールドが表示されてからの暗転は、ほんとご容赦を。ゾクッとします。ラグさんに文句言っていたからよ。まあともかく今回も乗り切ったようです。さて前回は、建築材のクラフトと、91層目までの建築を行ったところまでです。そして、どうも進捗が 80% を超えていたようです。ご指摘いただいて気づきました。相変わらずどこかのネジが抜けているのね。で、早速続きを。現在までの建築済みはこんな感じで、準備していた残り4層分をサクサク積みにかかります。きつい作業の松明設置は1周分のみなので、多分そこまで疲労はたまらないでしょう。終わったらゲームを切らずに田舎暮らしに直行する予定です。で、以前はこの高さまで登っても怖くないと申し上げたのですが、実はこの、雲が透過ブロックの手前に表示されることだけは例外で、少々怖かったりします。心が汚れていると雲に乗れないから怖いのよ。心が綺麗な人が恨めしいです。汚れすぎ。さて模様付きを、すでに対岸がなんとか目視できるレベルを超えて、地層のごとく見えているのが気持ちいいです。まあ描画距離を引き上げていれば、とっくに見えていたんだけどね。新しいパソコンを買えば解決ですが、今のまだ元気なパソコンをどう活かすかが悩むんです。本音では、やっぱり今のパソコンで、新バージョンでも耐え抜いてほしいです。で、最初の角を曲がると、この層に積み始めた一つ目の建築材が見えるんです。段差が明瞭にわかるわね。なんとも不思議な気分だったりします。さて、日が暮れてきたのでここらで就寝、と普段のように寝たところです。魚月が。つまり、これだけ高所にいれば、早朝には月の形が確認できるんですね。スライム狩りの適した時期がわかるわね。何気に夜に月が見えるまで待つと、翌日クリーパーの被害に遭いやすいので、これは使えるかもしれません。さて、気になっていた黒い2本の線の上に来ました。予想が外れてゲーム再開をまたいでもそのまんまです。光源バグか何かであれば、てっきり今回は消えていると思ってたのですが。まあ呪いに間違いないようね。とりあえず建築用の地図上の位置を確認したところ、どうもこの辺りのようです。ピラミッドの中から調べてみてもいいんじゃないの？怖いものは基本先延ばしです。さて、少々寄り道した92層はこれで完了。残り3層は手早く積もうと心がけます。積み込みだけなら、もはや1周で3分半しかかからなくなっていたりするんです。それだけ余計なことをやっているということね。まあ主には拠点を往復する程度です。で、次はガラス設置の下準備。時間計ったら1周10分で済んでしまいました。というわけで、紫色のガラスまで完成。で、この建築ターンの最後の建築材にかかった時、ものすごい気にしたら負け感が。一本増えていたじゃないの。やばいです。これピラミッドが完成する頃には、村が影に沈むんじゃないでしょうか。もともと闇に沈ませる予定だったでしょうに。さて、最後の1周なので豆に地図を更新してますが、それにしても色の変わり方がひどいです。白が緑に塗りつぶされたわね。嫌な予感がしてなりません。そして、工事進捗は 82.3%。95層までの建築が完了しました。切りとしては中途半端な数字ね。なお、ぼちぼち村までの距離が近づいているので、村にまだ生存者がいるか、気になるところです。しかし覗き込むと、やっぱり村人よりも黒い3本の線が気になってしまって、どうも村人のことを思う気持ちを遮られてしまいます。
もともとあまり気にしてなかったものね。さて拠点に戻ってきました。もはや確信めいたものがありますが、でも万が一私の勘違いということもありえますので。予想通りです。これはひどい。上の地図は今後も更新させ続けないとならなそうね。どうしよう。やはり今更新させに行くべきですよね。自己満足の世界だけどね。で、2分ほどかけて更新してきました。でも結局この縮尺の地図は綺麗な天体ショーにはならないので、満足に至らなかったです。自己中途半端ね。まあこちらの縮尺の地図はその点安心で、村が厚みありすぎの額縁に飾られた感じになりました。さてでは、田舎暮らし行き準備を始めます。今回も多少伐採してくる予定なので、迷子にならないように地図を持っていきます。なおこの前は、雲の流れで太陽の動きが惑わされましたが、よく考えてみると雲は常に西に流れているんですよね。つまり、雲の流れる向きで方位がわかるというわけね。ただ、太陽の動きで雲の流れが惑わされるかもしれませんので、地図持参は念のためです。さて、そろそろ羊毛の必要数が減ってきたので、次は赤紫、桃色、白の3色を同時に集めようと思うのですが、そうなると次の建築ターンまでに、ここまで一気に揃えることになってしまいます。全部で17層ね。で、問題となるのはスイカとカボチャの順番がもう来てしまうことで、間に合うかなぁと少々心配になります。田舎の備蓄と合わせても、スイカはまだ約3スタック半、カボチャは約2スタック半足りません。羊毛狩りの時間内では集めきるのは厳しそうね。まあやるだけやってみようと思います。さて、移動中に夜にならぬよう、早朝まで待ってからの出発です。かつ、月の満ち欠けを確認して。月が見えないじゃないの。こんなはずではありませんでした。まあともかく出発を。忘れた直後は忘れにくい法則で、トロッコを置き直すことはきちんと意識しています。いやちょっと待って。トロッコを物理的に忘れてるわよ。この後しばらくトロッコ探しにうろつき回りました。ただ考えてみると、そもそもトロッコは砂の上に置いてあったはずで、うっかり押しても動き出すことはないはずなんです。プレイ後に収録データを見返したら、田舎暮らしから帰ってきた直後にゲーム終了したところまではトロッコは存在しており、ゲーム再開してすぐネザーゲート付近をうろついた時には消えていました。よって、トロッコはゲーム中断時の使用で消滅し、私が忘れたわけではなかったということになります。最後の一言いるの？いるんじゃないでしょうか。さて、新調したトロッコで気分を新たに出発です。今回はせっかく地図を持っていくので、久々に地図上でどう動くか見ながら汽車の旅をします。右往前方不注意。どっちにぶつかったのかしら。あの顔つきから羊でしょうね。で、地図を見たのは前に伐採したのが、どのあたりの範囲か確認したかった意図もあったのですが、やっぱり大した範囲ではなかったわね。さて、やっと田舎暮らし拠点に到着です。今回は羊毛狩りよりも、スイカとカボチャ集めを優先します。また、月の満ち欠けがわからなかったので、いっそ野線を切り捨てることにしました。つまり、時間かかりそうな予感があるわけね。そういえば、スイカは幸運3の斧で回収した方が楽かなと思っていたのですが、いかんせん取れたのはたった4つです。試しにもう1つ斧を使ってみたら7個だけ。シルクタッチのツルハシの方がマシなようね。もしも広大なスイカ畑があれば、破壊するまでの時間やスイカクラフト時間を考慮して、結構いい勝負な気がします。が、今は地道にシルクタッチが妥当でしょう。さて、今回は気になったことが色々あったので、プレイ途中のここまでとなりました。次回は田舎暮らしの続きからです。
当面はピラミッドの建築を優先しますが、どこかでネザーオートやメガタイガを探したり、村の現地調査をしないといけなさそうで、そのあたりが今後のプレッシャーとなっています。村人絶滅してたらどうするの？昔はともかく今はリードを持っているので、ピラミッドの外から村の近くの洞窟まで掘り抜いて、他の村から村人を引っ越しさせられればと思ってます。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。